皆さん、こんにちは。マンデルグリフィッシュです。では、今回は、提督部決断じゃないですね。ハズオバヤの方。第一次世界大戦元日本軍プレイ、続きをやっていきたいと思います。で、第二次世界大戦といっても、まあ、アメリカ軍との怠慢なんですが、継続しています。で、アメリカ軍との怠慢の状態を続けたいので、まず各国、イギリス、フランス、オーストラリアだったり、オランダだったりっていった、まあ、そういった国々に対しては関係改善の、外交を行っています。なので、アメリカ軍と怠慢を張ってアメリカ軍を屈服させようというところですね。で、今回の目的、まず最初にですね、ハワイ、ここを攻略しに行きましょうということで、すでに海兵隊、この海兵隊をハワイ、ホノルルへ上陸するための指示は出してあります。一方で、制海権がまだ取れていないので、制海権をね、まずは取りに行くというところから始めていきます。で、あとですね、核原子炉が、1基製造完了、建設完了してですね、核が今2%まで作られています。核もね、楽しみですね、完成するのが。では、制海権を取るところからやっていきましょう。あとはですね、まあ、ひたすら航空機は新しいものへとどんどんアップデートをかけていくのと同時に、海軍もちょっと古くなってきているので、今回まずヤマト型を作っていこうかなというふうに思っています。ヤマト型の研究、こちらですね、やっていきましょう。で、あとはですね、航空機系で言うと、重戦闘機、これを作っていきます。まあ、研究ですね、していきますというところです。まあ、とにかく今はね、来たるべき、アメリカ軍の本土攻撃、アメリカ本土攻撃を念願の、これをやっていきましょう。ちょっと確認します。回線が起きて、どこで起きている？ああ、ハワイだな。これはちょっとちゃんと確認したいので、一旦、やることを先にやっちゃいましょう。で、アメリカ軍の主力艦隊とようやくここで激突する気配があるので、これはちゃんと見ましょうね。で、あとは、一式の陸攻と96式の艦船が古くなっているよっていう話なので、これ新しいものにマイグレーションしていきましょう。まずは96、いや、一式陸攻からかな。一式の陸攻がどこにあるか。な。これだね。違う。これは一式の陸攻じゃない。ごめんなさい。ちょっともう一度確認します。旧式装備は、一式の陸攻だよね。一式の陸攻。一式の陸攻は G4M。G4M を探します。これだな。戦術爆撃機。これを新しい戦術爆撃機に変えていきます。戦術爆撃機、これだね。銀河に変わりましょうって話になってるかな。そうだね。あとは A5M、96式の艦船。A5M。これかな？艦長戦闘機。これをシップに変える。で、OK ですかね。ちょっともう一度見ますか？まだいるね。A5M、96式の艦船。ちょっとバラバラに作っちゃってる部分あるので、ここは一度整理をね、してあげた方がいいかもしれないですね。バラバラに作ってると、せっかくの部分もったいないので、A5M、これだね。これやめましょう。で、こっちに、いや、違う違う。こっちに増強した方がいいよね。で、研究の枠も使っていきます。ヤマト型は入れているので、ヤマト型に変わるものとして、超ヤマト型がいつ作れるか見ておきますか。石見型のアップデートで超ヤマト型が作れるね。まだ先になりそうなので、そうすると先にジェット戦闘機作っていきたいので、ジェット戦闘機の研究の方に入っていきましょう。でだ。いよいよ。艦隊戦だ。艦隊戦。大規模の艦隊戦になるね。じゃあ見ていきます。ホノルル海戦です。しっかり勝ってほしいとこだけど、やられたかな。敗北したね。しかも大敗北と言っていい。ぐは。こ
この損害でかいぞ。改正の結果見ると、まずクルーザー、まあ、いわゆる巡洋艦ですね。巡洋艦18隻撃沈されてます。駆逐艦53隻撃沈されてます。潜水艦16隻撃沈されてます。空母が2隻撃沈されています。戦艦3隻が撃沈されてます。で、アメリカ軍の方は、クルーザーが1隻、あとは駆逐艦49隻撃沈してるけど、この大敗北痛いわ。相当に痛い敗北だな。ハワイが取れないかもしれないね。ハワイの制海権を取らないとまずいんだけどね。まあ、そうこうしてるうちにミッドウェイが危なくなるよね、これ見てると。強襲上陸力はね、着々と上がっていっていると思うんで、いいと思うんですけど、いやー、なかなか苦しい戦いになるな。ハワイの攻略戦の前にミッドウェイが危なくなってるからね、今。地味に敵の海軍を削っていくっていう動きをしていかなきゃいけないんですけど、ハワイのこの大敗北、どれくらい響くかだな。ちょっと、フィリピン方面の軍を引き上げて、ハワイの方に増強をかけましょうか。まさかの大敗北だったんでね。ハワイと、ミッドウェイ付近、この辺りでしっかり制海権を取らなきゃいけないところで大敗北を食らったので、ちょっとここは本当に気を引き締め直しましょう。で、海軍戦力と、空軍戦力は、もう増強以外の道はないので、ひたすら増強します。さっきの戦い痛かったなー、これね、本当に痛かった。ただハワイ近辺は一度制海権今は取れてますよね。なのでこの状態でミッドウェイ島近辺も取れれば、一気にハワイ攻略の足がかりになるかなとは思うんですけど、ミッドウェイ島近辺に展開できる艦隊戦力がないのかな今。いや、今はもうほんとちょっとでも艦隊戦力欲しいから、ミッドウェイ島に新しい艦隊出しましょう。ヤマト型がここで行けるようになった？ヤマト型を建造したいね、そうなると。いや、もう追いつかないぐらいに、どんどこどんどこ、新しい研究が追いかけてきますけど、ここは負けじと、しっかり、最新の兵器を現場に供給できるように頑張りましょう。製造のラインは、そうだな、進んでいないものがあれば、進んでいないところに新しいものを入れてあげてもいいかな。ちょっと待ってくださいね。輸送船はもうめちゃんこあるんで、輸送船を減らして、その分、ヤマト型を建造かかりましょう。母艦は置いといていいと思うんで、駆逐艦も減らしましょう。駆逐艦なんてさ、もうだいぶ新しいものいけるんじゃないの？水雷艇とか、まあ、そのあたりでもいいのかな。まあ、駆逐艦を新しくマイグレーションして、現場に配備するぐらいだったら、でもやっぱり、戦艦を新しいのドーンとね、やっぱりここで、
大和型を突き抜けて、配備した方が嬉しいかな。ね。そうしましょう。これでいきます。とはいえ、鉄が全然ないので、かなり微妙な、情勢になるんじゃないかなとは思うんですけど。で、ハワイの方はというと、今、ハワイの周りの制海権取れてるので、これでどうだろう。海兵隊が今上陸してくれてるね、いつの間にか。知らないうちに。なんかハワイ取るの難しいかなと思ったんですけど、ここまであっさりハワイ取ったね。ちょっとハワイの占領を先にしちゃいましょう。で、ハワイにはもちろん航空機を配備。艦上の爆撃機を、ま、500機ほど配備しましょう。よし、これでハワイの、まあ、占領が完了しましたね。そしたら、一旦ここで、占領政策をですね、見直しましょうか。まずは、グアム。で、あと、ウェイク諸島。おっと、ちょっと待ってね。で、さらに、ミッドウェイ。で、ハワイにももちろん部隊を常駐させます。で、海兵隊の方は次、じゃあいよいよ、本土攻撃だね。本土に上陸を仕掛けていきましょう。どこに上陸する？まあ、ロサンゼルスかな。サンディエゴからロサンゼルスにかけて上陸をしていきますか。で、ひとたび上陸が叶えば、後続の部隊をね、ジャカ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 と、送り込んでいくということになると思うので、まずはロサンゼルス、サンディエゴ、このあたりをしっかり、抑え込んでいきましょう。で、そのためには、やっぱり、海軍戦力をね、さらに展開しておく必要があるので、そのような形でね、動きをしっかり、見極めていきたいと思います。で、余った手段の配備も滞りなく、つつがなく、確実に行っていきましょう。で、すぐに、部隊を送り出せるように、港に配備しておきます。で、艦隊の方は、東海岸ですね。ここを取れるような動きへと変えていきます。まあ、基本的にはハワイから、東海岸までの経路を抑えれば十分なので、一旦そういう動きにしていきます。これでどうだろうね。制海権が取れたら海兵隊がロサンゼルスに攻撃を仕掛けていく。アメリカ軍との艦隊決戦がね、まあ、負けてしまったので一度大きなホノルル海戦で、その後の巻き返しがどれくらい効いているかっていうのは、
注意深く見ていく必要があるので、回線が行われているところがあれば見ていきましょう。あー、こっちの北部での回線はかなり有利に進んでるね。敵の艦隊砲を持ってるもんね。さあ、北中央太平洋まで艦隊進出してますね。そしたらちょっとこの辺りで提督たちに能力、つけられるスキルがあればつけていきましょうか。といっても誰もいないな。びっくりするぐらい誰も能力がスキルがつけられない。陸軍の将軍たちはどうかな。彼らの方がなんかつけられそうな感じがするね。こうやって見るとね、準備第一主義者とかいろいろつけられるけど、まあちょっとここは温存しましょう。それよりも海軍だよね、心配なのが。西海岸に艦隊が入れば海兵隊が上陸できる。敵の海軍戦力確実に削っていきたいで。おお、ここで敵の駆逐艦を73隻沈めたか。味方の損害、駆逐艦18、潜水艦1。まあでも敵のクルーザーが9隻に駆逐艦73隻減らしましたね。いや、消耗戦だな。もう果てしない消耗戦に入ってる。もう不毛な消耗戦をなんとか勝利で飾るためにも。海軍の戦力はいくらあっても足りないね。まあ分かってはいたものの、アメリカ軍のね、海軍やっぱり強いですよね。研究の枠を使っていきましょう。研究の枠はまずはジェットエンジン系どこまで進んでるか確認します。あ、まだ終わってないか。とすれば、空軍系が一つ入れられるのが重戦闘機。重戦闘機を入れます。で、他余ってるところは、そうだな、空軍系はもう入れるものないので、ここで見ると、もうやっておきたいものはないので、じゃあ適当に見繕ってやっていないものを研究としては進めておいて、どうしてもこれがやりたいよっていうものが出てきたら、その時点で取っ替えましょう。で、海戦が行われている。ここは？ああ、ハワイ近海か。ここでまた大規模な艦隊戦になるな。ちょっとこれは確認するけど、なんか危ない雰囲気があるね。いやー、案の定なんか敗北のドクロマークが出てるけど、怖いけど見ましょう。うわ、空母が沈められてるな。従順も沈められてるし。で、一方こっちは、あー、敵の戦艦沈めてるね。この戦艦は、あー、ヤマトが出てるんだな。で、肝心のもう一個上、西海岸を抑えたい。提督を小出しにしてでもいいのでつけていって、なんとか西海岸を抑えたいですよね。超大和型がついに我々のもとに
配備が、建造が可能な段階になりましたね。じゃあ、せっかくなんでね、夢を見ましょう、ここは。製造のラインに超大和型を投入します。で、結局今、どうだろうな、すぐに投入できそうなところあれば、もうドカーンと入れちゃいたいんですが、長戸があるので、これ、超大和型にしよう。いや、楽しみだな、超大和型。で、2回戦。沈めてるね。沈めてるね。OK だ。ここいらで一旦、アメリカ軍の艦隊戦力をちょっと見ましょうか。陸軍の師団、まあ、陸軍はあまり戦ってないですからね。海軍戦力は1200ぐらいあったものか946に減ってるものの、我が国はというと、日本の方がより多分消耗が激しいだろうな。391。いやー、アメリカ軍の艦艇数、えぐいな。どこにいるんだろう。アメリカ軍の艦隊。やっぱり西部、西海岸、早く取って、部隊を上陸させたいよね。これもう、長引けば長引くほど多分不利になるので、艦隊戦で負けて、結果敗北するっていうのは第二次世界大戦と同じ構図になるからな。そしたらですね、ちょっとハワイ近海に敵の艦隊多そうなので、ここにまあさらに航空基地あるので、このハワイの航空基地に追加で爆撃機、あるいは、それに代わるもの?いくつか配備して、確実に敵を葬り去りましょう。ここにだったらいくらでも、2000機のなんといっても、キャパがあるんで、このキャパを生かして、勝負に出ましょう。敵の艦隊を打ち減らす。おっと、ここで大規模な艦隊が起きてるな、艦隊戦。これ見ておくと、味方はクルーザーが2隻。あとは駆逐艦が9隻、潜水艦が1隻。で、戦闘機が63機撃沈されていて、敵の方は戦艦、クルーザー、従順。さらに駆逐艦。いやー、これ勝利といっても微妙な勝利だな。なんか、勝ったぞっていう、勝利ともちょっと言えない感じですね。いや、アメリカ軍の海軍力が強すぎて、西部、西海岸、ここが本当に取れるのかっていう不安だな。ちょっと艦隊の統廃合はします。規模が目減りしてしまっているところは、そのままにしておくと壊滅の浮き目に遭うんで。大きくしてまとまった塊にしていきましょう。まあ、その分艦隊数
艦隊の個体数は減ってしまうので、まあ、徐々にね、戦力が、やっぱり、厳しいものになっていくっていう状態だとは思うんですけど、研究の奥はこのまま進めて使っていきましょう。艦隊戦の様子をちょっと今見てますけど、どうなんだろうね。ちょっと一旦時間を止めて、確実に艦隊戦の成果を見ていきましょうか。と思ったら全部見終わっちゃったね。いや、大規模な艦隊がここでぶつかってる。ここは勝利してるけど、ちょっと中身確認しましょうか。こここそ時間を止めて見ていこう。お、敵のアメリカ軍海軍のそれこそ機関、これを沈めてるね。で、さらにクルーザーが3隻、従順が1隻。ただ味方も航空機がだいぶ沈められてるな。いや、西海岸が遠いな、本当に。核の製造を完了したので、核を撃てないことはないと。いう状態までは作りましたね。で、ちなみに、そうだ、一つメキシコってさ、軍事通行権ないか。軍事通行権あればメキシコ側からね、でもだ、メキシコが参戦してないからメキシコ側から侵入というのはちょっと夢物語ですかね。ではちょっと時間長くなってきましたので、今回は一旦ここまでにさせていただきましょう。ハワイは取りましたからね。次回こそですね、西海岸を取って、上陸作戦を行っていきたいなというふうに思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。